皆さんお元気ですか？北野真知子です。2023年うさぎ年、じゃじゃーん、ということでね、新年明けたと思いましたらばもう1月も半ばでございまして、皆さんいかがお過ごしですか？昨年はたくさんの応援をいただきましてありがとうございました。昨年2月に発売しました高瀬川慕情もたくさんの皆様に覚えていただいて、そしてまた歌っていただいて、本当に嬉しい嬉しい1年でした。まあでもね、この3年間は本当にコロナで活動も制限されてしまって、なかなか皆様のお近くにお邪魔して生で聴いていただくということが本当に少なかったんですけれども、昨年からぼちぼち元に戻りつつありまして、皆様のお近くにもね、キャンペーンだったりイベントなどでお邪魔させていただけて、久しぶりにお会いした方もねいらっしゃいましたね。すごく嬉しかったです。今年は2月の15日に新曲が発売になります。約1年ぶりの新曲なんですけれども、今回はですね、夫婦をテーマにしております。私の歌の中にもですね、夫婦を歌った歌は結構あるんですよね。デュエットもあります。ただ、夫婦、風ごよみという歌なんですが、夫婦というタイトルがダイレクトに来るっていうのは本当に初めてのことでございまして、とってもあったかい一曲に仕上がっております。そしてまた昨年の暮れにはミュージックビデオの撮影もさせていただきました。キングレコードからまたね DVD で発売されると思います。とってもお天気も良くて、すごく綺麗に、私が言うのもなんですが、景色ですよ、綺麗に、撮れておりますんで、ぜひそちらも皆さん楽しみにしていただけたらと思います。今年はですね、そうですね、いろんなことにこう挑戦したり、いろんなことをに興味を持ってみたいなと、そんな風に思ってます。最近ではちょっとメダカが大好きなので、メダカちゃんもね昨年飼い始めて、餌をあげるのもすごく楽しみの一つですし、フクロウのグッズ集めだったり、スーパー銭湯に行ったり、そういうのも大好きで、そういうこともしながらも、あんまり今までそんな好きでもなかったこととか、ちょっとしたことにも興味を持ってですね、何でもこうチャレンジしたり挑戦したりできるような、そんな1年になればいいかなと思っております。この YouTube もそうですね、また皆様にこう見ていただけるように、いろんなこともこう考えながら、過ごしていきたいなと、そんな風にも思っております。とにかく2月15日発売の夫婦風ごよみ、この歌で一生懸命に頑張ってまいります。またね、皆様の近くにたくさん今年もねお邪魔できるといいなと思ってます。そしてまた歌好きの皆さんは、新曲の夫婦風ごよみもぜひぜひね、愛唱歌の一曲に加えていただけたら嬉しいです。今年夏になりますと、北野真知子35周年をですね迎えさせていただきます。ぜひまたね、元気に皆様とお会いできることを楽しみにしております。私も元気に、頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いできる日まで、皆さんお元気で、北野真知子でした。